この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録のやり方がわからない方はパパかママに聞いてね。ピカデニデニピカー、あー払えた。サトシ、ポケモンに食料を与えるのもトレーナーの仕事だろ。仕方ねえだろ、金がなくて食料調達できねえんだよ。俺だって腹減ってんだよ。じゃあバイトでも何でもして稼いできてくれよ。あ、それともあれか、ずっと親のすねかじってお小遣いだけで生きてきたから無理か。うるせえな、お前こそもっと強くなってトレーナーいっぱい倒して金稼がせろや。はあ、俺が雑魚なのはトレーナーの責任です。あー、トレーナーガチャ失敗したわ。はあ、ちょっとあんたたちうるさいわね。いつまでアホな喧嘩してるのよ。ってなんだよその格好、ハイブランドサングラスに高級ケーキ、俺たちと格差ありすぎだろ。お金なら貸してあげるわよ、もちろん利子付きで。トイチでどう？10日で1割？お前闇金牛島くんかよ。おいピカチュウ、俺たちが金ないのは全部こいつが持ってってるからだからな。人気投票で暫定1位なんだから、これぐらいの格好しなきゃね。人気投票なんてまだやってねえだろ。勝手に人気キャラになりやがんなよ。一人だけ女優みたいな扱いずるいって。俺だって耳に毛玉つきまくってるのに。くっそー、こうなったらトレーナー倒しまくってひたすら金稼ぐぞ。行くぞお前ら。お、行ってるそばからトレーナー発見。てか思ったんだけど、目があったらポケモンバトルになるじゃん。相手がポケモン出す前に倒せばいいんじゃね。え、いやそれはまずくない？ルール的にというか、モラル的にというか、法律的にというか。うるせえ、さっさと攻撃しろ。あのトレーナーに電光石火だ。あーくそ、もうどんじでもなれ。もう俺は知らないからな。いてぇよ。やっちまった、やっちまった。やだ、噛まれたくない。おいピカチュウ、ずらかるぞ。いやさっきは危なかったな。危なかった。あなたたちさっきトレーナーに暴行振るいましたね。なんのことですかね。なあピカチュウ。トレーナーへの暴行罪で現行犯逮捕します。ちょっと待ってください、警察官さん。こいつに指示されました。それは本当ですかトレーナーさん。それが本当なら警察署に一緒に来てもらいます。誰ですかその黄色い全身タイツの人。ちょっとわかんないですね。こいつ死なばっかりやがって。さあ警察署に来い。いいもの、バカ野郎。あぶねえ、早く逮捕されるとこだったぜ。さすがにあれはひどいんじゃない。まあまた新しいピカチュウゲットすればいいか。いいの、あれ大木戸博士からもらったピカチュウなんでしょ。ピカチュウなんてどれも一緒だろ。もっと個体値が V6 とかのピカチュウゲットしようぜ。まあでもさすがに大木戸博士に申し訳ねえか。そうよ、あいつからまだ未回収のお金あるし、取り返さないと。お前ピカチュウ心配するふりしてお金回収したいだけじゃねえかよ。まああいつはでも俺の最初の相棒だ。助けに行こう。行くぞゼニゲバ。ゼニゼニ。さあこっちに来い。離せよ、俺あいつに騙されただけなんだよ。こちらマサラ警察、トレーナーに暴行を加えたピカチュウを1匹確保した。これから警察署に向かう。俺はやってねえ、信じてくれよ。お前がやったんだろ、観念して白状しろ。だから俺はトレーナーの指示に従っただけなの、信じてくれよ。トレーナーに攻撃しろなんていうバカトレーナーがいるわけねえだろ。何度も言わせんなよ、俺はやってねえや。白状するまでここから出られると思うなよ。分かったな、ピカチュウ。そこに座ってる一緒。さっきのパトカーだ。よし、警察署の裏口から侵入するぞ。ゼニゼニ。
そ、裏口にも見張りがやがる。これじゃ助けるのは厳しいな。私に任せて。すげえ、なんだ今の。実は最近コナンの映画見て影響受けちゃって、この水鉄砲麻酔銃も撃てるように改造したの。マジかよ、すげえな。奥にも警官が一人いるな。くそ、どうする。そんな時はこれよ。まさか。おいお前、そろそろ休憩入っていいぞ。ありがとうございます。休憩入りますね。はあ、すげえ、声変えるあれもできるなんて。他にはスケボーとか、もしかしてサッカーボールのやつとかもあんのか。もういいでしょ、早く行くわよ。冷めるの早いって。取り調べ室はここだ。行くぞ。助けに来ただ。よくも俺を売りやがって。正義のヒーローぶってんじゃねえぞ。くそ、あいつ怒りで我を忘れてやがる。こうなったら、行け、ゼニキマ。ゼニゲマ、水鉄砲。ゼニゼニ。あ、おいしい。電気タイプのポケモンに水タイプの攻撃は相性悪いわ。このバトル悪いけどパス。もう戦えるポケモンもいないんだろ。帰ってくれ。おい、そんなこと言うなよ、ピカチュウ。確かに警察に売ったのは悪かったけど、俺たち今までたくさんの思い出作ってきたじゃねえか。一緒に戻ろう、ピカチュウ。しかなかったぞ今。思い出の一番最初に自販機の下漁ってるシーンなんて来ないのよ普通。ああ、もう、じゃあご飯おごってやるから許してくれよ。もう一声。ああ、じゃあ1ヶ月間毎週ジャンプ買ってやる。もう一声。あ、じゃあお前が見たかってたコナンの最新映画に連れてってやる。しかもポップコーンとドリンク付き。どうだ。もう一声。調子乗んな。ピガー。よし、引きずってでも連れてくか。ピカチュウおめえ。ちょっと休憩。お前はさっきのピカチュウのトレーナー、こんなとこで何やってる。やっべ、起きちまった。ピカチュウを取り戻しに来たか。だがここを無事に出られると思うなよ。いった、普通にいった。で、おい、なんで俺の技こんなクソ技ばっかなんだよ。お前どこ行ってたんだよ。まあ警察署に入ることなんてなかなかないからね。金品を漁ってたわ。お前また金盗んでたのかよ。そんなことよりあいつを倒すぞ。エグゾゼニゲマ。ゼニゲマ。ゼニゲマが新しい技を覚えてる。よし、甲羅を蹴る。ゼニー。お前すげえな、コナンみたいな技覚えてんじゃねえか。さっきひらめいたの。よし、ピカチュウを連れてさっさとつらかろう。
よし、ここまで逃げてくればさすがに大丈夫だろう。次行けば水っぽかしてくれ。ここはどこだ。濡れ衣を着せるとかけまして水鉄砲と解きます。その心は。もう仲間を撃ったりしないよ。おー、俺らしょうもない思い出しかないから、コナンの映画でも見に行こうぜ。行く行く。警察署からたんまりお金盗んできたから、今回は私がおごってあげる。マジかよ、現金ゲットだぜ。